サディハー、こんにちは皆様。私はユキと申します。第二言語としてのタイ語の教師です。今日は初めて日本語で教えるタイ語の動画を作りたいと思います。さて早速始めましょう。おはようございますとかにこんにちはとかこんばんはという表現は、挨拶するときにタイ語でサワディーと言います。一日中に使える大変便利な表現です。よく覚えてください。そしてタイ語には丁寧語尾というのがあるんです。男性ならクラブ、女性ならカーと文章の終わりにつけます。例えばサワディーカー、サワディークラブ。そうですね、日本語でですとかますとかですね、丁寧にする単語です。クラブ、カー、 OK ですか。サワディーだけと言ったらおはようっていう意味ですね。サワディークラブと言ったらおはようございますという意味になります。 OK ですか。はい、そしてお元気ですかっていう表現はタイ語でサバイディーマイと聞きます。また、女性ならカー、男性ならクラブ、文章の終わりにつけます。サバイディーマイカー、サバイディーマイクラブですね。はい、今度はかじゃなくてかになりますね。女性の語尾は2つあるんです。構成のかの方は質問の時に使います。サバイディメイカー、お元気ですかですね。それは質問ですよね。でもサバディカー、サバディカーは質問ではないのでかじゃなくてかを使います。 OK ですか。そして次は自己紹介する時に僕は何々と申しますという表現はポンシュー何々です。例えばポンシュー大介です。僕の名前は大介です。あるいは僕は大介と申します。 OK ですか。ポンは一人称代名詞で私あるいは僕という意味です。そして女性はリシャンシュー何々かと言います。例えば私ならリシャンシュユキカー、 OK ですか。リシャンは女性の使う一人称代名詞です。 OK ですか。私という意味です。シュは名前という意味なんですけど、この文章だったらと申すとかと言うという意味ですね。はい、もう一回練習していきましょう。男性はポンシュ何々クラブと言います。女性はリシャンシュー何々と言います。 OK ですか。そして他の人の名前を聞くときにクンシュアライと聞きます。クンは二人称代名詞であなたという意味です。 OK ですか。そしてアライは何という意味です。クンシュアライ、つまりはあなたの名前は何ですか、あるいはお名前はという意味です。そしてありがとうございますと感謝するときはコクンと言います。また丁寧にすればコクンカー、コクンクラブと言いますね。そしてどうもありがとうございますと言いたいときはコクンの後にマーをつけます。マーは非常にとかどうもという意味です。 OK ですか。だからขอบคุณมากครับあるいはขอบคุณมากค่ะと言います。そしてありがとうございますに対して返事するときはไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะと言います。それはどういたしましてあるいは気にしないでくださいという意味です。はい、次はすみませんあるいはごめんなさい申し訳ございませんという表現はタイ語でขอโทษ、ขอโทษครับ、ขอโทษค่ะと言います。OK ですか。そしてそれに対して返事するときもまたไม่เป็นไรครับ、ไม่เป็นไรค่ะと言います。タイ人はいろんなときにいつも同じ表現を使ってとっても覚えやすいでしょう。はい、今日は私の動画から皆さんにいろいろ勉強していただいたら本当に嬉しいと思います。これからもたくさんの動画を使って皆さんにタイ語を
無料で教えていきたいと思いますので、ぜひぜひ私のチャンネルに登録してください。そして個人レッスンに興味のある方はぜひぜひ私のメールアドレスまでご連絡してください。私のメールアドレスはこちらです。今日はご覧になっていただいて本当にありがとうございました。コクンカー、そしてスワッディーカー。